さんこんばんは。こんばんは。今日もまだまだ暑いですね。そうですね。もうすぐ10月なのに暑いですね。そうですね。はい、ということで笑ってニャンとも第6回始まります。初めての方は初めまして、それ以外の方は久しぶりです。デザイナーのミントです。まあ、ということでですね、増刊号を挟みまして、第6回にあとも、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、よく半年持ったなということで、このダラダラとした番組、まあもう中身は分かってると思うので、もう今回から説明しません。ですね、まあこんな話ばっかしてるのもな、あ、そうだ、まずね、毎回忘れそうなんです。この番組のみんなに考えておいてもらわなきゃいけないことを言わなきゃいけないです。この番組、中盤あたりにですね、視聴者の皆様からのツイッターでの質問をですね、すごくマイクをこうする、はい、はい、視聴者の皆様からのこのツイートでの質問を募集しておりますので、皆さんちゃんと考えて参加してください。お願いします。じゃあ早速、ゲストの方をお呼びしましょう。今回はハイジの吉彦さんからの紹介でミックススピーカーズインクのゆきさんに登場していただきます。お願いします。いや、どうだ、結構実はお久しぶりなんですよね。あれですよね、アメリカに一緒に行った時ぶりで、実は一回ライブとかは俺は見に行ったことが、そうですね、お互いのライブを見に行ったり、でもちょっとすれ違ったりとかで、あれじゃないですか。でもうちのミキ君とは会ってるんですか。ああ、そうです、そうです。あの人モデルしたでしょ。そう、モデルを、そうです、ミックススピーカーズインクのミキさんの方には、うん、うちのブランドのファッションショーでモデルをやってもらったこともありつつ、まあそのアメリカで出会ってから何かと緩く交流が続いている、はい、このミックスピーカーズインクから今回ゆきさんが登場ということでありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれですね、はい、いろんなゲストの人が来てるんですね。そうですね、団長がね、はい、どうしても気になるんですよ、僕。いや、まあみんな言いますよ、団長気になるってこのあれはこの猫ちゃんでしょ。そうなんですよ、そのつもりらしいですよ。いや、バカにしてますよ多分。いや、まあこれ写真切れて見えないんですけど、髪の毛ツインテになってて、あそこ耳意識やって言ってましたからね。へえとしか言いようがなかった。団長話やめましょうか。あ、もうやめましょう。でも吉彦さんの時も、はい、団長話で結構。あ、本当に。はい、吉彦って喋ります？いや、まあ。あの感じじゃないですか。だからまあ前回が一番正直不安で、うん、でもまあまあなんとか無事、はい、よかったです。よかったです。まあ彼も今ラジオやってますからね。あ、そうですね。まあ、喋りはもう任してくれって言ってましたよ。あ、そうですよ、はい。また何回でも来ますって言ってました。いや、あんま呼ばなくていい。あ、まあ、あんま呼ばないかなって感じですけどね。はい。はい。ということでですね、はい、じゃあ早速なんですけど、はい、毎回ゲストの方とコラボ T シャツを作らせていただいてるんですけど、はい、ちょっと。お客様に見せてあげてよろしいですか。ありがとうございます。こんな、はい、作っていただいて、ちょっとカメラさん寄ってもらってですね、はい、今回ね、天使の羽をそうなんです。そうなんですよね。僕たちが今天使をテーマにしてキャラクターをやってるんで、それをね、そう、ちょっとまあ意識しつつうまいことやってもらおうかな、はい、まあ、これちょっとお城グラフィックもなんか物語に合うかなと思って、うん、いやいやいや、かわいいっすね、ほんとうまく混ぜ込んでみた感じなんですよ。これははいはい、なんて名前なんですか。つけてもらいましたよね、名前を。今回レフトハートくんっていう、そう、くんはついてないか、ね、レフトハートはまあ3、うん、あれなんですよ、いきなりミントくんからはいメール来て、はい、何感性でいいので名前をくださいってなって、感性でって言われてもさ、もともとこの猫ちゃんには名前ってあるんですか。そうなんですよ、一応この猫いろいろあって、まあ、家系図があるんですね、実は。家系図、そうそう、で今確かちょっと定かじゃないですか、200ちょい200、はい、いて、でまあ
あの人たちもこうみんなコラボして名前をつけてもらって、まあ、そういう家系図にちょっと入っていくっていうことで家族がどんどん増えていくみたいな。大元は大元は、まあ、どっかどこにもいないや。まあこう我が輩っていう そうそうそう この普通のあこうこれこれこれこの猫ちゃんがいて、うんうんうん、でまあそう兄弟がいてみたいな感じで増えて、だから最新の猫ですよそれが。ありがとうございます。次に繋がる人もまたでも最新になるんですよね。はいはい、そうですね。何作るか考えてないんですけど。じゃあ僕で打ち切りにしましょうか。そうですね最新、永遠に最新のままで。そう、痛いなって思うじゃないですか。はいはいはい、でもいやこれ可愛いですね、本当に。ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。でですね、はい、まああのここからがちょっと告知タイムですけど、はいはい、まあ、今回、会場来ていただいて皆さんとこのウェブ見てもらってる方は、ですね、この受注ができますと。で先着30名の方にはこのポラをプレゼントします。サイン入りのポラですね。珍しいですよ、うち。そうですよね、やってないんですよね。そう、チェキを物販で僕たち売ってないんで、だからかなりレアになるんじゃないかと。しかもあの衣装じゃないっていうのがまた衣装じゃないのもなんていうのかな、初めてですか。あのインストの時はあのあれなんですよ、スーツとかではやってはいるんですが、はいはい、でも決まった感じですよね。そうそう、みんなやっぱ同じものを着るっていう、うん、まあ、それ以外ライブやったらもちろん衣装を着てっていうのがあるんやけれども、初めてか。もうすごく違和感。あーでも恥ずかしい。違和感でしょ違和感でしょ。そうか、うん、いやなんか嬉しい。快適じゃないですか。快適、動きやすいっていうあの、まあ、僕は基本的衣装的にはすごい楽な衣装が多いんですけど、あの他のメンバーはね、鬼ですよね、あれは。あ、まあ、今回このコンセプトで言うと、まあ、白の人がいたり、ね、後ろも馬になっちゃった人とかがいるんで、そういう人を考えると多分そういう人がもしこれを着たらどんだけはっちゃけるんやろう。そうですよね。お城、あれちょっと僕びっくりしましたね、本当にあれって顔見えんけどみたいな、まあ、いいんだこれでって。ライブはねまた違う感じでやってるんで、はいはいはい、顔はちゃんと出てるんですが、まあ、でも PV とか写真を見た人やったら誰って思いますよね、うん、中身いや、ちゃんと本人ですよ。あ、本人ですか。本人ですよ。あ、それはよかったそれはよかったはいということでですね、はい、はい、じゃあツイートの読みかけのコーナー、うん、ということでですね、今これを見てる方はここでね、質問をくれると思うんですよ、そろそろ、はい、ください、はい、ください、ください、ください。もう来てる人もあれやで、今こうポチポチってやってくれてると思います。何？更新、うん、更新ボタンが、皆さん送ってくださいよ。更新ボタンが見当たらないので、まあちょっとしばらくお待ちするってことで、はい、じゃあちょっと会場の人に聞いてみますかね、うん、じゃあちょっと来ていただいてる会場の皆さんで質問がある方、あ、早い、どっち行きましょう、どっち行きましょう、じゃあ青い方、はい、ミントさんに質問なんですけど、ゆき、はい、さんは私服がすごく個性的なことで有名なんですけど、ゆき、はいはい、さんの今日の私服を見ましたかっていうのと、はいはい、もし見てたら感想と、あのこういうものを着ればとか、こういう小物を使えばおしゃれに見えるよっていう、なんか簡単なものがあればなるほどでも今日見ましたけど、でも別に普通でしたよね、うん、今日あれ俺そういうイメージでもなんかちょっとこの間前ミキさんと話した時も、うん、あんまそんなにすごい執着あるわけではないっていう話してて、ないですね、好きなブランドもないですし、あのどっちかというと着れたらいいかな。まあ、ミキ君結構好きじゃないですか。ミキ君はもう本当俺とは真逆で大好き。むしろなんていうのかな、ファッションが好きで音楽を始めたみたいな人なんで、はい、僕と本当真逆なんで、なんかアドバイスください。じゃあその T シャツ着て。ありがとうございますでも別に洋服、うちの洋服も似合ってるしいいですよね。似合ってます。じゃあこんな感じで、ね、でもそんな、そあれ何イメージですか。そういうイメージがあったんだね。ちょっと考えなきゃいけないそれはそっか。でも別に個性的って個性的ってどういうなんだろうね。どういうことですか。時計柄めっちゃ昔や
なんかあのね、その時計のネタがあるんですよ。ほんと何年前かな、何年前ですか。ああ、僕それなんか知ってるかも。なんで知ってるの。なんかまあほんと3、4年ぐらい前なのかな、はいはい、にまあツアーとか回ってる時に MC でそういうネタが出てきて、はいはい、全身じゃないよ、うん、上だけ、はいはい、もうクソほど時計が書いてあるやつがあって、はい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 、それをまあ、ミキ君はもちろんえぇ、ってなってどこで買ったのみたいになって、でそれからいじられるようになって、改めてこうそのツアーの時に帰ってこう T シャツを見てみたら、あ、やっぱおかしいよ、はいはいはい、それからちょっとは考えるようになったつもりやってんけど、やっぱ個性的みたいです。そう、 T シャツってまだ持ってる。いや、持ってない。 あのファンクラブ旅行の時あげちゃった。ああ、じゃあ今その個性的な時計はファンの誰かが、うん、そう、あの毎日着てるんじゃないか、毎日着てるかな。なるほど。じゃあ他に質問ある方、あ、さっき手挙げてた。新しいアルバムの何か情報を教えてください。何かってどういう、どういう、タイトルしかも出てないですよね。そうですね。なるほど。何か聞けることはありませんか。ですね、雰囲気とかそういうこと、あん、難しいなそれね。とりあえず前ブレイズでワンマンしたんですけど、うん、その時にお客さんの声をレコーディングしたんですよね。レコーディングしたっていうのがあって、その曲も出来上がったんですけど、ものすごくいい感じになりました。あとはですね、言えることは、初めて今回音源で、初めてって言っていいのかな、その僕とミキ君がおのおのソロで、ほう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 、歌うっていう曲があって、今までユニットとして、そうですね、僕とあやくんとかでやることあったけれども、バンドに対してボーカルが一人っていうのが初めての曲があって、それが、なんていうのかな、むしろ何聴きたい。意外と難しい。そう、聴いてくれって感じですもんね。うん、何か情報と言われてもね、何曲入りですかとか、うん、多分それ知ってるよ。知ってるのかなって。いつ発売ですか、うん、それも知ってる。限定版なんか、うん、なんか冊子的なものつけますって言ってましたけど、どんな感じとか。まだね、まだ決まってない。ギリギリの制作っぽかったですね。忙しそうな。今回結構ツアー中にレコーディングとかあったりして、その、うん、曲とかもライブやりながら作って、そう、ほんと、あ、じゃあ、まあこれを見に来てくれた人たちと、これを見てくれてる人たちにちょっと楽しみにしててもらいたいなと思うんですけれども、今度、来月に凱旋ワンマンツアーっていうものをするんですけれども、ミキ君が地元が岩手なんで、盛岡でライブと、僕が滋賀で、他4人が、兵庫県、はいはい、姫路っていうところが地元なんですけれども、そこで、凱旋の、ツアーをして、ツーマンとワンマンとツーデーでやっていくんですけれども、そこでもしかしたら何かがあるかもしれないぐらいかな。うん、そこをぜひ見に来てくださいね、という話ですね。はい、なるほど、はい、じゃあ皆さん見に来ますね。はい、感じが薄いな。来れないのかも。来れないかもしれないですけど、まあ、来る人は来たらいいことがあるかもしれないですね。うんうん、あるかもしれない。さて、質問ツイッター、毎回こうパンツの色教えてくれってのは絶対来ますよね、この手の。これね、この手、何なんですかね。何なんですかね。で、聞いて、言ったら若干引くんですよ。時計柄とか。やばい、今日ずっと言われてた。今日何だろうな。何ですか、いや、今の方が。ただの黒でした。あ、うん、面白くないでしょ。ゆきさん、ミントさんに似顔絵描いてみてください。いいですよ、いいですよ、描きますよ。じゃあ、そうだ、これなんか一個、じゃあ、うん、適当なこれに似顔絵は描いてもらいましょうか。はい、
え、これでいいの？ここでいいです。じゃあ、あの1名様はなんと似顔入りがミントの、ミントの似顔入りが、よし、喋りながら描きましょう。そうですね、うん、じゃあ、あの僕から質問読んでるんで、ゆきくんは犬のイメージが強いですが、はい、ヘッドハートくんを見て猫やってみたくなったりしますか？うん、猫？僕、あ、すごい個人的な話なんですけど、はいはい、犬より猫の方が好きなんですよ。あ、猫派だそうです、うん、なので、やってみたいっておかしいけど、どういうことやねんって思うけど、まあ、まあ、印象的な、やってみたいですね。じゃあやってみたい。猫はイメージ的にミキくんっていうのがあるんで、うん、僕もちょっとね、せっかく双子みたいなキャラでやってるんやったら、うん、猫でもいいのかなとは、うん、書かなきゃね。そうですね。期待大です。いやいやいや、危ないよ、本当に。全観客が引くかな。いやいや、大丈夫かな。感動の涙で、感動の涙で溢れちゃう、溺れそうになります。いや、なんか他質問ある方？そう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 、はい、どうぞどうぞ。はい、はい、あれ、ゆきさんですね。ここ実はね、あの、まあ、うわ、ほんまや、俺ね、気づいてなかった。実はね、そう、ね、デザインをこうしたいっていう時があって、ここ見えんのかな、ほんとちっちゃいですよ。結構でも、ほんと正直本番でも出るかどうか怪しいぐらいの気持ちがこもってるっていう、そこよね。そうそう、ここ、あ、指差しも見えんのか。寄れは、いや、寄れは寄るほどぼやけとるっていう。まあ、買ってくれた人だけね、見れるっちゅうね。そうそうそう、僕がそのデザインのなんか、あの提案をね、もらった時に、うんうん、昔、バンドで、ホームページでブログを書いてた時があって、でそこで、あのタイトルに僕それが、この顔文字が絶対ついてるみたいなのがあったん で、はい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 、でそれをちょっとまだイメージあるかなと思って入れてみた。入れてみました。あ、やべ。やべ、いただきましたけど。よくお気づきで、さすがです。すごいね、すごい。俺も気づいてなかったよ。ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。他にじゃあ質問ある方いますかね。あ、ありますか。会場はテレアさんか。会場は、あ、こっち来てますね。何でしょう。好きな食べ物ありますか。誰ですか。2人に。好きな食べ物ありますか。僕好き嫌いないっすよ、そもそも。好き嫌いないっすよ。好き嫌いがないです。何でも好きです。作ってください。リアクションないぞ。これ見てか、これ、うん、あ、そう、これ見てね。メンバー全員猫でぜひ。嫌です。キャッツみたいなの。キャッツ？あ、ミュージカルの。ミュージカルのメンバー全員で。なかなかキャッツってあのすごい体のラインが出るイメージなんですけど、はい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 、あー、うちはね、うちはダメです。まあ、これ以上深くはね、こう話したしないことにして。ゆきさんの短い前髪可愛いです。ありがとうございます。何？そういうあれなの？結構みんな思い思いにね、なんか言ってきますね。みんなパンツをどうぞとか。まずそのパンツ、まあ、男子が女子見たがるって分かりますけどね。こら。そうだった。はい、はい、イメージとかありますからね。あ、なんかもう、あ、なんできました。なんかごめん。映ってる。映ってる。このね、右上の方に書いてみたいな、ちょっとぼやけちゃったかな。ぼやけちゃった。ああ、ちょっとひどいかな。見せてあげて。似てます。こんなもん。ごめん。ちょっとはい。ランダムで1名にはこの秘蔵イラスト入りが当たる。嬉しいかな。いや、嬉しいんじゃないですかね。まあ、でも、中にはちょっとね、うん、あの、いくつかミント猫を描いてもらったやつもあるので、うん、まあ、これはもうここでしか確実に手に入らない、ね、手に入らないですね。多分、僕があれでしょ、この描きたいって言っても描かせてくれないでしょ、多分。いやいや、全然。嘘、それ服にしてくれる？うん、まあ、綺麗な
いや時計みたいな伝説になんないんだったら、なんか変な柄の服また着とったでみたいになんなかったらいいけど確かにまあいつかじゃあそういうのもやってみますから。あ、そうですね、ゆきさんイラスト全面。あ、じゃあちょっとですね、はい、ここで一旦休憩で、あのあれですね、うちのイケメンからの告知コーナーが。イケメンですよね、めちゃくちゃイケメン、超モテるんですよ。いやお客さんに手出しちゃったしあ、ごめんね、いいよここからはですね、私、ミントネコラフォーレ原宿店店長の飯田がミントネコニュースをお知らせします。まずですね、皆さん知ってると思うんですけども、ミントネコショップがあの渋谷の109に先日オープンいたしました。でこちらなんですけども、ハングリーアングリーも取り扱ってるんですが、明日9月22日にハングリーアングリーのデザイナーのガシコンさん来店イベント、あと着ぐるみ来店と、あとネイルアーティストさんが来店して、フェイスペイントとかネイルとかをしてくれるというイベントあるので、お時間ある人はぜひ明日渋谷109にいらしてください。次ですね、期間限定なんですけども、ミントネコショップが、いろんなところにオープンすることになりまして、まず最初に9月14から9月30日は大阪の心斎橋オーパ、9月28日から10月8日が京都河原町オーパ、9月28日から10月14日が広島パルコにて期間限定ショップがオープンしますので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。で一番重要なんですけども、10月12日にですね、ミントネコ東京コレクションがラフォーレミュージアムにて開催されます。こちらの方ですね、ゴールデンボンバーの歌広場さんですとか、ノーゴトの団長さん、ハイジさん、メガマソさんがなどなどが参加されるので、チケットまだ持ってないよって人はキンクスのウェブショップですとか、あとラフォーレ店に若干あるので、そこで買っていただければいいなと思います。あとですね、ここにはちょっと載ってないんですけども、はい、9月の23日、あさって確かなんかありますよね、ミントさん。うん。薄っ。なんだっけ、ラフォーレイベントね。そうです。ラフォーレで、なんか来店イベントっていうやつをやるので、まあ、暇で死にそうな方はぜひ来てください。そこ結構重要なんで、皆さんいらしてください。詳しい内容は、キンクスのホームページにてご確認ください。では以上、ミントネコニュースでした。ありがとうございます。あのうちの悪さ担当なんです。あー、うちのミキ君みたいな。あーあーって言ってるおっといけ。あ、でこれ紹介しますのは、これはニャンベ君って言います。うちの通販のキャラクター、うーん、非公式キャラクターなんですけど、こうツイッターでこう通販 D にゃんべっていうのが、あ、そうなんです。なんかうちのこういう情報とかをね、つぶやいてくれたりするっていう、まあ、こういうキャラクターなんです。この人、そう、その人飯田さんチャラいわって言われてるけど、まあにゃんべくんも、まあ、よかったらまたよろしくお願いしますえ、あ、結構ね話が盛り上がって、もう早いんだね。はい、お時間がね結構な具合で来てしまいましたね。マジで、はい、意外と質問もひどいです。確かに、やっぱり吉彦さんが違う感じですね、この進行の感じが。本当に、え、はい、吉彦どんな感じだったの。やっぱ無言の時間が若干何すぎ話そうみたいな、もうみたいな、そこに面白さをこう、無言のシュールですね。そこに分かってる人は見て面白いみたいな感じになってたんで、まあね、いや、怖い怖いですもん。そんな吉彦さんからの紹介で、はい、ゆきさん、じゃあそんなゆきさんからの紹介ということで、まずはちょっとそちらのね、うん、次のゲストの方にお電話かけるので、はい、そこで紹介していただくと、これですね、はい、ちょっとびっくりしますよね。ちょっとびっくり、多分びっくりします。そうきたか、変な意味でびっくりしますなんでってなるやろね。出るかな。癒しの音楽ですね、これと。もしもーし。もしもーし。聞こえますか。はい、聞こえます。誰ですか。
ハイジのケイですけど。あ、どうもどうもどうも。ゆきです。あ、ゆきくん。はい、ゆきですよ。お誰かわからんかった。誰かわからんかった。はい、そうですね。うん、今ね、うん、にゃんともに出て、あの次のね、お友達紹介っていう電話をしてるんですけれども。お、マジっすか。はい。まあハイジのヨシヒコから誘ってもらって、うん、またハイジに返すっていう。すぐ帰ってきちゃった。すまんね。いや、なかなかね、はい、それはそれでおもろいかなと思って。おもろいですな。じゃあ、ちょっと変わりましょうか。はい、もしもし。もしもし。あ、ミントです。はい、久しぶりです。お久しぶりです。ということでですね、はい、次回のゲストを再びハイジからということで、はい、来ていただきたいと思います。はい、大丈夫です。はい、ということで、じゃあちょっとあれを、よしひこさんできなかったあれをやってもらいたいと思います。はい、あのね、できなかった。できなかったあれをね。はい、じゃあ、次回、にゃんとも来てくれるかな？にゃんとも。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた、失礼します。はい。ね、まさかの。まさかの。ハイジ返し。ハイジから、ミックスからまたハイジですからね。ついにまた俺らに来たらなんかでも、それがどのバンドが先にメンバーコンプリートするかって面白いですね。あ、それ面白いな。それ面白い。今、メガマサとハイジが残り人数では2-2で。あ、そっか。メガマサだって3人しかいないからね。ちょっと有利ですよね。うん、いや、はい、うまくなさる。はい、ということでですね、じゃあ時間が結構あれなようなので、はい、じゃあバンドの方から告知などありましたら、はい、ぜひお願いします。ですね、まあ、シングル、ニューシングルのスカイヘブンが、絶賛発売中というところと、さっきも言ってたんですけれども、10月に、凱旋ワンマンというのをしますので、うん、ちょっとね、姫路とかすごいレアなところもあったり、うん、で滋賀とかもあんまりライブすることがないので、うん、もちろん盛岡もあまり行くことないので、うん、そのぜひちょっと凱旋ならではのライブをしようかなと思ってるんで楽しみにしていてくださいっていうのと、ですね、でアルバムが11月に出る、でさらにちょっと多いんですけれども、多いんですけれども、1月の来年の1月じゃない、はい、12月です、今年の12月の25日から、2月3日まで、また全国ワンマンツアーをします。はい、ですね、12月25が、東京の渋谷ボックスというところで、はいはい、始まりまして、2月3日は、また渋公で、お渋谷公会堂、久々にワンマンをしようと、5周年の集大成というふうに歌ってるんで、ぜひぜひ来ていただけたらなと思ってますんで、ぜひ見てる方も、今日来てくれた人もいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じですね。はい、こんな感じです。シュコすごいですね。ついに来て。あ、行きます行きます。本当？はい。なんかまた花とかこう。ああ。あ、これ持ってきますこれ。これこれさ、本物ですよ。いや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 。ちょっと近くで見たアライもちょっと。まあ、でも逆にこれインパクトあるかも。ペラペラってしたらちょっと、うん、面白いかな。面白いですよね。使い回せるもんね。はい、はい、じゃないツアー連れてってください、これ。はい、ということですね、はい、今日はじゃあミックススピーカーインクから、はい、ゆきさんの登場でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあ次回また見てくれるかな。にゃんともにゃんともどうもありがとうございました。ありがとうございました。